が ランク は WBC 世界ライト級第1位。2002年に17歳で日本のチーム所属選手としてプロデビューを果たし、このプロ41戦目で世界王座3階級制覇に挑戦する元 WBC 世界フェザー級、そして元 WBA 世界スーパーフェザー級チャンピオン、エルニーニョデオロホルヘAnd 24勝7敗に引き分け、24勝のうち18勝がノックアウト、公式権は134パウンド2分の1、メキシコ・ミチョアカンでオカンポ出身、そして本日ついに世界王座に初挑戦する WBC 世界ライト級第2位、ハビエール・インプラカブレ・プリエト。Paso atrás y sin volver. Buena suerte para los dos y buena pelea.一番便利です。
ラウンド
WBC 世界ライト級王座決定戦10位ラウンド、レフェリーエルナン・グアハルドがこの試合をストップしたタイムは4ラウンド1分50秒。ノックアウトによりまして勝者 WBC 世界ライト級新チャンピオン